ありがとうございました。さて、ここからは演奏に戻りたいと思います。ここからの曲はしっとりした演奏をお届けしたいと思います。曲はフライデーナイトファンタジーです。この曲は一昔前の金曜ロードショーのオープニングとして使われていました。夕日をバックに鳩場の上で物思いにふける人の絵と哀愁漂うトランペットのメロディーを覚えておられる方もいらっしゃるかと思います。1985年から97年の12年間にわたって使用されたこの曲は、トランペット吹きなら一度は吹いてみたい名曲の一つだそうです。今回はそんな渋い空を警察音楽隊のキムタクこと笑顔がチャーミングな中尾隊員のソロでお聴きいただきます。それではお聴きください。フライデーナイトファンタジーです。続きます。
まして、スタジオジブリ制作の劇場用アニメ作品から久石譲さんの 名旋律を集めたジブリメドレーをお聴きいただきます。風の谷のナウシカや千と千尋の神隠しなど、皆様にも聞きなじみのあるこれぞ久石譲といった音楽が次々と流れていきます。ジブリの世界観に浸りながらお聴きください。ジブリメドレーです。Thank you.
ジブリメドレーをお聴きいただきました。演奏しました曲は風の谷のナウシカから鳥の人ナウシカレクイエム、魔女の宅急便より海の見える街、千と千尋の神隠しよりあの夏へ、天空の塩ラピュタより君を乗せて、もののけ姫よりアシタカ石器、以上6曲でした。さて、時間が経つのは早いもので次の曲が最後の曲となってしまいました。最後はカラーガード隊員による演技でお楽しみいただきたいと思います。県民の皆様に安全安心を実感していただけるようにとの願いを込めて作った演技を本日は懐かしのアニメの主題歌の名曲の数々に乗せてご覧いただこうと思います。題しましてカラーガーズパトロールです。それではお楽しみください。本日はどうもありがとうございました。